こんにちは、有馬薫です。いつもご覧いただきましてありがとうございます。感謝しています。今回は自分を洗脳するというお話を聞いていただこうと思います。こうイメージ的に洗脳というと、催眠術だったりとかちょっとオカルトチックな、あんまりいいイメージではないんじゃないかなと思います。あと一部の宗教のイメージとかもあるのかもしれませんけれども、で、今回はですね、この洗脳は人からの洗脳ではなくて、自分で自分自身にする洗脳についてのお話になります。で、洗脳を例えば他人とか組織がするというのは、皆さんが思っているそういう洗脳になるので、私もあんまり洗脳っていうのはね、いいとは思わないんですけれども、自分で自分に対する洗脳っていうのはとってもね、いいんじゃないかと思うんですよ。で、この洗脳という字を見ていただくと、脳を洗うって書いて洗脳なんですね。ということは、脳をこう洗って、今まで自分が持っていた考え方とか思想とかそういうものを洗って違うものを入れるっていうことで、悪いことではないと思うんですね。で、自分で自分を洗脳するのってとっても難しいんですよ。で、人が人に対してする洗脳っていうのはそんなに難しくないんです。で、ここでちょっとね、洗脳ってどういうふうにやるのかっていうお話です。これ今回は、ここでお話しするのは自分が自分なんですけど、一般的な洗脳っていうのは人が人にしますから、そのやり方なんですけどね、これ悪用しないでくださいね。例えばあるところに、身柄を拘束、自由に動けないような、閉じ込めたりとかね、してずっと同じ言葉を繰り返して、洗脳するってよく言いますよね。ある一定のその考え方っていうのをずっと繰り返し繰り返しその人に言い続ける。で、最初はその人の自尊心を、傷つけるような、自信をなくさせるようなことを言って、そこから、やっとその人を承認するんですよ、次に。そうするとその人は相手を信じやすくなるんですね、相手の言うことを。で、そこから洗脳というか、ある考え方をずっとその人に繰り返し言っていくっていうのが、一般的な人が人にする洗脳のやり方なんですけど、これを自分にするとなると、自分は拘束できないので、それから繰り返し繰り返し自分にっていうのも結構難しいんですよ。だから強制的に、一つのその考え方を植え込むっていうのは、自分で自分にするのって非常に難しいんですね。だからその考え方を変えるとか、自分を変えるとか、価値観観念を変化させるっていうのがほとんどできない状態なんですけども、この人が人にする洗脳を自分にすれば、それはそれで洗脳になります。強制的な洗脳ですね。強制的な洗脳です。洗脳は強制的ですから、強制的に自分にやればいいだけなんですよ。ただこれには条件があるんですね。もともと人というのは自分に甘い生き物なんですよ。だから、もういいやとか、もう無理だってなったら、そこから、どん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 やっぱ楽な方に流れていきやすいんですけども、今回はそこを、自分をもう逃げれないところにやっぱり追い込まないと洗脳ってできません。強制的なので。なので、自分で決めて、もう
そうするしかない状態を作るしかないんですね。しなければならないという。だからこれには自分だけでおそらくできないことでもあります。だからやっぱ第三者って必要なんですよね。人に、人の協力を得て、最低一人はね、そういう協力者がいないとおそらくできないです。例えばまあお友達っていうよりも、信頼できる、目上の人の方がいいと思うんですけど、自分の考え方とかに、まあ、共感とか、応援をしてくれる、そういう人がいれば、自分は変わりたいから、こうしたい、こういう目標があってこうなりたい、考え方を変えたいっていうのをその人に話してみて、その人が応援してくれるということであれば協力をお願いするって形になると思うんですが、その方に、まあ、メールでもいい、電話でもいい、直接会ってでもいいんですけれども、これを自分はする、自分はこうやって変わるために、毎日例えば瞑想をするとか、毎日、これを書くとか、自分の、考え方を変える、まあ、一つのね、やり方をとにかく毎日やるんだ、でそれによって変わっていくっていうことを宣言をして、相手に対してね、その頼んだ人に対して報告をまあするという形でいいと思います。で自分一人だったら今日はもういいやってやっぱり思ってしまうんですね。そうすると洗脳ってできません。だから強制的に絶対やらなければいけない状況を作るということで、その約束した相手、毎日報告をします。自分はこれを今日しました、これを言いました、変わるために、約束したことをちゃんとやりましたよ、やってますよっていうことを報告する、これですね、これが一番洗脳の方法としてはいいと思います。自分一人で決めて自分一人でやるってなかなか難しいので、いや今日はやってないけどまあ一家になっちゃい、なっちゃうんです。私もずっとそうだったんで。でも例えば毎日毎日、その人に、報告をしたり、証拠となるものを送ったりね、ちゃんとしたっていう証拠をね、そしたら続きますから人は変わるんですよね。これがまあ一種の自分自身を洗脳する方法なんですね。人が人に洗脳するっていうのは強制的に、まあ、同じようなことをするんですけどね。でも今回は自分で決めたことを自分でやる、それを強制的にやるっていうことだけなんですよ。で例えばじゃあ人にそういう組織とかに入って、そこに行ったり、その人と一緒に過ごしたり、その人の話を聞くことで洗脳っていうのでも悪くはないと思います。自分はこういう考え方をして、こういう考え方になりたい、こういう人になりたい、こういうふうに変わりたいっていうコミュニティとかがあれば一番いいと思うんですね。そこに通うことによってそこに染まっていく、まあこれも一種の洗脳なので、人から洗脳してもらうことができます。ただちょっと注意しないといけないのは、それが本物かどうかなんですね。本当に自分が進化成長するためにその組織の考え方と合ってるか、それは偽物じゃないか、そこだけです。人に迷惑をかけたり、人の財産や例えば命を奪うような、もう本当にごく一部だと思います。そういうところは、そういう組織っていうのはですね。あとは本当に、その人の進化成長に役に立つコミュニティなのかもしれません、宗教にしても。でもそこをきちんと見極めて、そうじゃない、そしてちゃんと自分を進化成長につながる、そういうとこだったらもうそこに任せてしまってもいいんですけど、間違ってしまえば本当に洗脳力って強いのでですね、人が集まれば集まるほど。
だからそこだけ注意していただいて、入るのも、まあ、いいとは思います。でも一番、まあ、お金もかからずに安心してできるのは自分で自分を洗脳するやり方なんですよ。で、見抜けなかった、その組織を見抜けなかった場合が本当に自分だけではなくて他人に迷惑をかけてしまうこともあります。ですから そこはきちんと見極めなければ、ただそういう組織の操り人形になって、搾取されて終わりっていうこともありますので、ここだけは本当に十分注意して、もしどっかに加入するんだったら、注意された方がいいと思います。まあ、ということで今日は自分でね、自分を洗脳するっていう一番これは安心した無難なやり方であると思いますので、ぜひ、本当に変わりたいけどいつも意志が弱くてできないんだよねっていう方は、誰かね、一人でもいいのでちょっと協力をしてもらって、行ってみてください。はい、以上になります。今日も最後までご覧いただきましてどうもありがとうございます。もしお役に立ったということであればグッドを押していただくと嬉しいです。あとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。有馬薫でした。それではまた。